どうも、ブルーンビューティーバーの小西博之です。今回のご質問は30代女性の方です。自分でも簡単にできる髪型ってどんなのですか？ちなみに不器用です。なるほど。これはね、美容師やってたらね、当然多いですよね。自分で簡単にできる髪型をしてくださいっていう方は、うん、なのでこれはちゃんとお答えできるんですけど、明確に2つあって、1つ目は、その頭頂部の方の髪の毛も、が長くて、ちょっとこうボブみたいな重めなスタイルで、もう1個は反対にその頭頂部の上の方の髪の毛が、短めで動きやすい、いわゆる段が入ってるってよく言いますよね。レイヤースタイルなんですけど、それの2つがあって、扱いやすくて簡単にできるのは最初のボブ系なんですね。っていうのも、その頭頂部の髪の毛が長いって基本まとまりがいいスタイルになるので、基本ちょっと上からこう溶かすような形でキュッとまとめる系で簡単にできるんですね。で、反対にその2つ目の方のレイヤースタイルって段が入ってるのって、髪がやっぱ動いてて成立するようなスタイルなんですね。なので、朝出かける前に髪1回濡らして、でドライヤーでちょっと動き作りながら乾かして、その後ワックスをなるべくこうつけたりとか、長めのスタイルとかだったらちょっとこうコテとかで巻いたり、まあパーマでもいいんですけど、そんな感じでやっぱ動いて成立するから、ある程度のスタイリングはしなきゃいけないんですね。その段が入ってて、なんかこう何もしないで出かけたわっていう方は、やっぱりちょっとその本来動かなきゃいけない髪がこう潰れてるんで、結構みっともなく見えるんですね。なので、まあ段を入れる系だったら、なるべくそのスタイリングできる人がやるべきだとは思っているので、自分で簡単にできて、まあ、不器用だなって方は、まあ、それでパーマをしっかりしてっていうんだったらまた別なんですけども、まあ、パーマもね、結構その自分でうまく出せなかったり取れたりしたらね、またちょっと時間的にまたすぐ美容室行かなきゃってなるんだったら、その自分で簡単にまとまりやすいっていう意味でボブがいいと思いますね。これはもう、うん、簡単なんで、もうワックスとかなくても大丈夫なんで、もうそのままトリートメント系のものでちょっと押さえつけるようにつけてもいいし、もうなんならスタイリング剤なくてもいいので、で可能だったらその毛先だけちょっとワンカールでカール、これもさっき言ったコテでもいいし、ストレートアイロンでもいいし、自分でこれもコテとかもなかなかアイロン難しかったら、パーマしてもらって大丈夫なんで、まあワンカールのパーマ、そうですね、取れる時もあるかもしれないですけど、しっかり面かけとけば基本は残るので、うん、そんな感じで、まあ取れてもいいしね、それがさっきの違いかもしれないですね。レイヤーのやつ取れちゃったら結局自分で頑張ってワックしなきゃいけないけど、ボブの場合はストレートがメインでいいんで、カールつけててパーマしても取れてても、まあ、ストレートに戻ったっていうだけなんで、そういった意味でも簡単だと思いますね。うん、長さは別にまあ顎ぐらいっていうショートボブがでもいいし、それがまあ一番楽かな。肩ぐらいになってもいいし、胸ぐらいになっても、まあロングだったらね、そっちの方が結びやすいかもしれないし、なので本当に丸投げされたらショートボブがいいですね。その顎ぐらいの一番簡単に抑えやすいんでね。うん、まあそういった感じです。なのでね、自分で素敵に簡単にスタイリングできるといいなと思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、なのでまたこういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いてコメントしてください。それではブルーンビューティーバーの小西博之でした。